こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット。はい、スターホースポケットを始めていきたいと思います。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。なんか猫反応してる。プレゼントが届いてるよ。クリスパレードですね。サファーホースガチャ、なんだこれ。スターホース20周年記念ガチャは絶対あったよな。ねえねえ、さあ入球ですが、今までの実績ですね、宝塚1着というわけなので、3週ぐらい調教した後に、お、いいじゃないの。お、嬉しいか。よしよし、 WBC 出したいと思います。いい感じだね。ねえねえ、元気だね。いいですね、絶好調。調子回復か。いい感じだね。はい、何です？このメッセージが来たら出ても問題ないです。はい、何です？ベストオブ体重ですね。これを WBC にチェンジ。2000から2400なんで、2800なんで、やはりターフ。豊かとってのは厳しいよな。無理。というわけで29分もかかるのか、ではまた後で。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画にいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、間抜けだよな、この声。ここまでを間抜けなのか、この師匠は。おはよう。というわけで、松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。忘れてました。楽しみだね。メダルいただきすぎだろう。大丈夫かな、スターホースポケット。なんで稼いでんのかな、スターホース。ゲーセンは今あんな状態だしな。楽しみだね。さあ、結果が見れるのか見てみましょう。 WBC です。ね。おっと1番人気か。ただいまより投票受付を開始します。久しぶりだ。ないの。しかも20丸3つついてますからね。他ローズさくら、エンジェルバーレルですからね。2番人気が 3.7 倍なんでちょっと差ありますよね。実績右翼右翼ですよ。というわけで3頭出しか、まあ3頭出しか、うん、僅差、言うほど僅差じゃない。まあ G2 すら負けてる馬なんですけど一番人気になりましたね。もしかしたらその決闘的に評価されてんのかも。どんどん育ててますからね、他のダイヤに。これは楽しみになってきました。WBC ターフ。大外12番、スタートが鍵です。今年もまた、ここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは、果たしてどの馬でやりましょうか。スタートは12番ワールドブリーダーズカップ、まあでも悪くはない。スタートを切りました。まずまずのスタートといったところでやります。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのはイブンベイ、その後ろ3馬身くらいあって、8番ルソー、それから6番エプラール、そのうちにモチベーター、それからオーソライズド、そしてその後ろから10番ティカステナンゴ、9番プロイバ対ストーミングホームでやります。2番ジェネラス、外を通りましてエンジェルガーレル、注目はただ一頭片野バイアリー、目下連勝中。この辺りちょっと離れているディアドクター、一番後ろにローズ桜であります。もう一度前から整理しましょう。依然先頭4番イボンベイでありますルソー、それからエクラール、そして4番手にモチベーター、それからオーソライズド、そしてその後ろからティカステナンゴ、9番プロイバ対ストーミングホーム、内を通りまして2番ジェネラス、その外からはエンジェルガール、それからもう1頭片野バイアリー、ちょっと離されまして11番エアドクター、ローズ桜はしんがりから行っております。前でやりますが前、先頭は依然として4番イブンベイ、これを追って8番ルソーでありますエプラール、内から1頭1番モチベーター、そして5番手にオーソライズド。ファーイースト競馬場サンドが湧き上がります。先頭行く青い帽子はイブンベイ、さらに外渡のバイアリーか、先頭イブンベイ、しかし差はそれほどでもない。ここからどう伸びるか。オーソライズド、4番イブンベイがまだ粘っている。さあ大波乱になるのか。イブンベイ先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。モチベーターが差を詰めてきた。内が飛んでいるモチベーター、このまま粘れるか。イブンベイかわしたかわした。ローズ桜1馬身リード1着、3番ローズ桜1番人気の旗のバイアリーが2着。ちょっとなんか切れ味が本当の方が良かったでした。このままローズ桜やられました。白い馬体です。よく頑張った、偉いぞ。購入するべきかって言ったら3番、2着、12番、3着、購入はしますが以上のように確定しました。ちょっといい感じはしないな。馬がレースから帰ってきたね。クエスト達成、やったね。プレゼントは届いてるよ。何です？これ、入厩してないとレーシングプログラム進められないのかな。ねえねえ。早送りを制限なくできるようにしてほしいけどな。なんでこれ早送りできないんだ。そういえばさ、もう2週ぐらい休ませて、今8月4週ってどんなレースがある？凱旋門賞はもっと 6週なんですよね。2週休ませて一気に調教させる。512キロか、いいですね。元気だね。いい感じだね。WBC 出ますけどね。